よいしょ。はい、どうも皆さんこんにちは、平岡です。今日なんですけども、9月13日の今、お昼12時46分ですね。さっき起きました。めちゃめちゃ起きるの遅いんですけども、昨日ね、土曜日でちょっとね、案件動画みたいなお仕事の動画があってね、それの撮影を1日やっててね、結構ヘビーな撮影だったんですよ。で、1日かけて撮影して、で、そのままもうカット編集まではやっちゃいたいなと思って、動画ってカット編集まで行くと1個落ち着けるんですよね。なのでそこまで頑張ろうと思ってやってると、もうね、気づいたら4時とかで、もう朝じゃんみたいなね、朝焼けの中眠りについてさっき起きたって感じなんですけども、今日はですね、ちょっと買い物に行っていこうかなというふうに思います。新しいね、カメラのレンズを買おうと思っています。で、何を買うかっていうとですね、僕メインのカメラ、今ルミックス S1 ってので撮影してるんですけども、サブカメラも使ってます。サブカメラがこのね、α6600 っていうね、ソニーのカメラになります。で、これ何に使うかっていうと、例えばね、こういうすごい薄いレンズ、今これが 1650mm3.5-5.6 パワーズームっていうね、ちっちゃいレンズを使ってるんですけども、これを使って外での Vlog 撮影を行ったりとかしてるんですね。で、あとはこうメインの動画撮りながら、この辺でちょっとね、物をアップして紹介するみたいな、そのカメラ2台体制用のカメラだったりとか、結構ね、僕にとってサブカメラって重要なんですね。なので α6600 も使ってるんですけども、これまでレンズ2本持ってたんですよ。1個がこのね、 1650mm の 3.5-5.6 っていうね、キットレンズの画質とかそんな良くないけど、とりあえず軽いみたいなレンズと、もう1個ですね、こちらシグマの単焦点レンズです。はい、この 16mmF1.4 っていうね、シグマ製の単焦点レンズ持ってたんですけども、ちょっとね、こいつの使用頻度がすごい低くてですね、もう手放して別のレンズを買ってこようかなというふうに思います。これもですね、16mm なんで、換算 24mm なんですよ。なんで結構広めで、自分撮るのにすごい適してて、まあ、Vlog とかでね、外で撮るときも背景がボケられるっていう風な、まあ、そういう用途で買ったんですけども、まあ、そもそもね、そんなに Vlog 撮らないし、このサブチャンネルで最近始めたぐらいだし、外で行くときやっぱちょっとでもちっちゃい方が、軽くてちっちゃい方が、やっぱ撮り回しも便利なんですよね。なので、まあ、僕的にはこのすごいちっちゃいね、写りは別にそんな良くないんですけども、 1650mm の 3.5-5.6 のレンズで、まあ、撮ればいいのかなと思って、まあ、そうなるとね、こいつあんまり使いどころがないんですよ。なのでちょっとこいつね、もう手放して、その代わりもう一個ね、ちょっと新しいレンズが欲しいなっていうふうに思ってるので、それを買ってこようかなと思います。なのでね、今からちょっと新宿に行って、カメラ好きが集まるね、マクツこと、マップカメラでこれ手放して、で、その欲しいレンズはね、マップカメラか、新宿の北村写真機店っていうね、ところも中古カメラ売ってるんですけども、まあ、中古でいいかなと思ってるので、どっちか見て回って安い方を買ってこようかなっていうふうに思います。何のレンズを買うかは、もう少しお楽しみに。で、そのレンズね、なんでいるのかみたいな用途のところも、おいおいね、話していこうと思うので、ぜひね、ゆるっと Vlog 一日楽しんでください。ちょっとね、朝から何も食べてないので、一発ちょっとお昼ご飯かましてから、お昼食べてから、レンズ売って買ってこようかなというふうに思います。それじゃあ、行ってきます。はい、というわけで今日はね、α6600 を使って Vlog を撮っています。ちょっと手ブレ補正が効いてるか気になるんですけども、前回の Vlog はね、 iPhone で撮影して、ほとんど僕もね、映らないって感じだったんですけども、あれね、自分で編集してみると、あれ、おしゃれな人しかダメだなと思って、おしゃれなライフスタイルの人だったらあれで成立するんですけどもね、僕は全然そんなおしゃれな生活はしてないので、ちょっとこうやってね、顔を出して喋った方がいいかなっていうのもあって、今日は自撮りも含めながら Vlog やっていこうかなと思います。で、今日ね、一応これ背負ってるリュックなんですけども、これね、今ドリップで開発中の新型リュックのサンプルなんですけども、これをね、最近使って、まあ、使い心地がどうなのかとかね、まあ、そういったものを試してみながら改良するみたいなことをよくしてるんですけども、ちょうどね、このリュックも今そういう、なんていうかな、使い勝手のレビュー中です。今西口でマップカメラの方に向かってます。
おそらくマップカメラで下取りしてもらってそのまま新しいものに買い替えるのが一番お得だと思うので、まあ、悪くないレンズの中古の個体があればもうマップカメラで売って買っちゃおうかなというふうに思います。はい、というわけで結局ねマップカメラで売って買ってきました。購入したのがですねこの APS-C レンズの 16-55mmF2.8G っていう 2.8 同士のズームレンズ、こちらを購入しました。今これね 16mm50mmF3.5 から 5.6 で撮ってるんですけども、ちょっとねこれに入れ替えて撮ってみようと思います。今レンズ入れ替えて撮っていました。これ F2.8 開放の広角端で撮っています。さすがにちょっとね重いんで Vlog には向いてないんですけども、今回はですね僕物撮りとか B ロール用にこれ購入しました。ちょっとね買った理由とかは後でゆっくりお話しするんですけども、外でね開放で撮るとこんな感じのボケ感でございます。まあ 2.8 の割にはコンパクトなんですけども、まあ、外でこうやってね手持ちで使うのはさすがに辛いかなっていうふうに思います。さっきねマップカメラやるとき視聴者の方がいらっしゃって話しかけていただいたんですけども、結構ねカメラ屋さんに行くと視聴者の方に会うことが多くてですね、いつも、気軽に声をかけていただいてありがとうございます。はい、ちょっとカメラを置いて、撮ってみました。やっぱね背景のボケはいいですね。 APS-C F2.8 なのでかなりいい感じに背景ボケてるかなと思います。ちょっとねレンズも売って買って今日の目的を達成したのでね、どうしようかな、ちょっと近所のカフェに入って編集作業の続きをやっていこうかなと思います。ちょっとねこのレンズ重いのでまたちょっとレンズ入れ替えたいと思います。はい、またレンズ入れ替えてみました。まあ、このレンズもね悪くはないんですけども、やっぱちょっとズームした時ね F 値が絞られちゃうので暗くなっちゃうんですよ。なので、まあ、ズームしてもね全域で F2.8 にできるレンズ、ちょっと高かったんですけども、これからねたくさん使っていこうと思います。というわけでちょっとカフェにでも寄って動画編集作業の続きをしてこようかなと思います。はい、というわけでカフェで1時間ぐらい作業して今家に帰っています。なんかね急に雨降ってきたんでちょっと急ぎつつ帰ろうかなと思います。いや今日はね欲しいものも買えたし作業も結構はかどったし、いい休日だったんじゃないかなと思います。いや急になんかめっちゃ雨降ってきてめっちゃ濡れたちょうどねカフェから出て家帰る瞬間でねすごい雨降ってきてねすっごい濡れちゃいました。ちょっとメガネを変えよう。あー疲れた。はい、というわけでね家帰ってきました。ちょっとシャツも脱いでと、よいしょ。はい、というわけで今日はですね、古いレンズをね売って手放して新しいレンズをね買ってきました。新宿のねマップカメラで下取り交換でねやってきました。で手放したのはね朝ご紹介したと思うんですけども、シグマの 16mm の単焦点 F1.4 かなの単焦点を手放して購入してきたのはですね、改めておさらいなんですけどもこちらです。 16-55mmF2.8 っていういわゆるこれもですね F2.8 同士の第三元レンズ、第三元ズームみたいな、まあ、そういうレンズになります。で今回メインのカメラがねルミックス S1 を使ってるのに、またねサブカメラでどうして、しかもこれもズームなんですよ。これも 16-50 の 3.5 から 5.6 っていうほぼ同じ焦点距離のズームレンズで、その上でねなんでこれ買い足したかっていうね理由なんですけども、僕ね大体このサブカメラ使うときは Vlog 用途とあとは物撮りとかね B ロールを撮るときのサブカメラっていう話をしたんですけども、その物撮りとかをするときにちょっとねこの 16-55mmF3.5 から 5.6 っていうと、まあ画質もねそんなに良くないし、背景もねちょっとボケなかったりとか暗かったりとかね、あんまりこの描写性能が褒められたレンズじゃないんですよ。まあ、その代わりすごい軽量なんで
Vlog には便利なんですけども、メインチャンネルで物撮りするときに使いたいかっていうとね、まあ微妙なとこ多いんですよね。撮ってもなんかちょっとね画質悪いなと思うことがすごく多くて、結局じゃあどうしてるかっていうと、この Lumix S1 メインレンズで僕のね自撮りを撮った後にカメラを動かしてね、またその物撮りとかね、その机のシーンとかを撮るみたいなことをしてて、だったらもうカメラ2台体制にしてね、僕がこうやって喋りました、でちょっとこのカメラ紹介しますねって言って、この辺でねこうやって手で動かしてるところをもう1台カメラ置いといたら、もうカメラの移動とかって結構面倒じゃないですか。だからその面倒な移動がなくなってすごいね撮影が楽になるんじゃないかなと思ったんですよ。なのでもうちょっとね、あの物撮りとかにもしっかりとこだわれるようなレンズが欲しいなということで、今回ねこの F2.8 同士のズームレンズ購入しました。一応ね同じような焦点距離が2本なんですけども、こっちはね Vlog 外撮影用のコンパクトってところを重視してて、こっちのね F2.8 同士今日買ってきた方はもう家で使うので、あんま重さとか大きさとかは関わらずに、あの少しでも画質がいいもの、明るいものってことで選んだのでね、まあ、同じような用途に見えて微妙に用途が違うっていうのが、まあ、今回ねこれを買いました、理由かなと思います。もともとねそのシグマの単焦点レンズ持ってたんですけども、あれも Vlog 用だったんですよ。でも Vlog にあれは使わないなって思ったら、じゃあもう入れ替えてこれ買っちゃったらいいんじゃないかなと思ってこちらを購入したんですね。このレンズね結構高くてですね、中古で買ったんですけども10万ぐらいしました。10万でレンズねシグマの方下取り出して、あれが3万とか売れたんで7万ぐらいだったんで、ちょっとね高い買い物だったんですけども、まあ、メインチャンネルの、ね、撮影がより楽になるとか、よりねその効率的に撮影を行えるっていうんだったら、まあ、投資する価値はあるかなと思ってね、ちょっとこれでもう少しいい動画たくさんね効率的に撮っていこうかなというふうに思います。はい、というわけでね今日はこんな感じでちょっとね Vlog 挟みつつ、こういうトーク話しつつって感じのねハイブリッド型の動画にしてみました。なんか個人的にね結構 Vlog ハマっちゃったというか、なんかいいですね、外行く時に軽く撮るみたい なんかこれまでちょっとこう Vlog っていうとなんか動画意識して動かなきゃいけないみたいな、ちょっとその動画メインだったらちょっとしんどいなと思ってたんですけども、本当にもう遊びに行ったついでに動画を撮るみたいな、まあ、そういうスタンスだったらね結構楽しいし、まあ、自分の思い出にもなるしね、なんか日々ね僕がどういうとこ行ってるのかとかもね、まあ、参考にしてくれる人もいるんじゃないかなと思ってるので、まあ、ちょっと Vlog はこれからもやっていこうかなというふうに思います。ただまあ一個難点を言うとですね、このカメラ持ってねこうやって歩いてると結構の確率で視聴者の方にね、あの YouTube やってますかって話しかけられるんで、まあありがたいんですけども、ちょっとプライベート感はなくなっちゃうなと思うので、まあ、ちょっと様子とかねバランスを見ながらこれからの Vlog やっていければなというふうに思います。はい、というわけで今日の動画はここまでです。また次のサブチャンネルでお会いしましょう。バイバイ。